相原勝幸は、埼玉県小玉郡上里町出身の、元プロ野球選手、宇ト右ミギ野球留学した沖縄水産高校時代に、甲子園出場経験はなく3年夏は、ベスト4。大学では、北東北大学野球リーグで、八戸大学が強く、全国大会出場なし。通算16勝6敗。2005年の大学生。 社会人ドラフトで千葉ロッテマリーンズに6巡目で指名を受け入団。大学時代は通常の上と下手投げの両方を経験してどちらでも投げられるという触れ込みであった。2006年2軍で防御率2.65、34イニングで40、脱三振の高等が評価され5月30日に1軍に初昇格。翌日中継ぎで初登板。 2007年、2軍で50と2、3イニングで60個と、脱三振率は高かったが、四死球が多く、イースタンリーグトップの8死球を与えてしまい、コントロールに課題を残した。2008年、この年は2軍で、中継ぎエースとして活躍。四死球は相変わらず多かったが、この年も2軍で11を超える脅威の脱三振率を記録し、前年より、当番数も、 大幅に増え、2年ぶりの一軍昇格も経験した。2010年10月2日、来季の契約を更新しない旨と合わせて、来季からスタッフとして球団に在籍することを同時に発表された。10月8日、任意引退選手工事。ありがとうございます。